で今ですね、私が揚げているのはリンゴです。おいおいでーす。レッサーパンダはリンゴ食べるんですけれども、主に食べるのは皆さんご存知この竹の葉っぱですね。こっちが主な餌です。リンゴはあくまでおやつとして揚げているものです。今ちょうどね、リンゴを食べてる時、どうやって食べてます？見ました、うん、もう一かけらちょっとね、見てみますね。おい、はい、手で、ね、手で、そうなんです、持ってね、食べてるんですね。なんでね、こういう風に持つことができるかっていうと、レッサーパンダは、まあ、私たち人間はこう指でね、ものをこう掴みますけれど、レッサーパンダの場合は手首のところに支えとなる骨があって、その骨と指とでそこで挟んで持つってことができます。まあ、なかなかそう言ってもね、ちょっとピンとこないかもしれない、あの後ろにちょっと看板もあるので、骨がね、実際どこについているかっていうのは骨の写真を見てぜひ確認をしてみてください。ではですね、この辺でこの今展示場に2頭レッサーパンダ出てきてるんですが、この2頭、紹介をしていきたいと思います。今私の方に、近づいてきました。この台の上で食べているのが、これがオスのレッサーパンダで、名前はケンケンって言います。はい、ケンケンは今11歳です。そう、年は11歳なんですね。で、もう一頭、ね、私に今ちょっとこう来た、お家の中で餌を食べてて、今ちょっとね、後ろ向いちゃってますけれども、こっちの子が、メスなんですが、名前はキンタって言います。キンタってね、なんかちょっとオスっぽい名前がついてますけれども、キンタは、1歳の時に上海の動物園から上山動物園にやってきて、その時はですね、オスということで入園したんですね。だから最初についた名前がキンタでした。キンタ、何歳かというと今17歳なんです。17歳、そう、レッサーパンダにとってね、17歳っていうのはかなりお年を取っているおばあさんです。はいはい、また心配してちょっと騒いでますけど、まあ17歳ね。じゃあ、レッサーパンダどれぐらいから、お年寄りなのかって言いますと、大体13歳ぐらいからお年寄りというふうに言われちゃっていまして、15歳ぐらいが、まあ、大体平均的な寿命なんですね。すごく長生きすると20年生きる子もいるんですけれども、今このキンタは、メスの中だとね、日本の動物園では上から3番目に、年を取っていて、かなりね、おばさんになってきたんですけれども、まだ元気です。はい、ちょっとリンゴを食べるね、速さ2とちょっと比べてみると、まあ、ケンケンに比べるとちょっとキンタの方がねマイペースにゆっくり食べているのがわかるかと思います。でレッサーパンダはね、今日はね、ちょっとだいぶ日差し暖かくなりましたけれども、この1年のうちで最も寒い季節がレッサーパンダにとっては恋の季節なんですね。1月、2月、3月あたりが一番活発にオスがメスのことを追っかけて、交尾をしたり、まあ、赤ちゃんを作るっていうような行動が見られるのがこの季節なんです。今日の朝もね、お外に、展示場に出した時に、ケンケン、このオスのケンケンがですね、キンタの後を追っかけて、キューキュー高い声で鳴いたりとか、時には飛びかかってみたりとか、かなりね、活発に動く姿、今日も見られてました。皆さんね、結構、レッサーパンダ、間近で見ると、なんか気づきますか？手足見てると。どうでしょう、意外に爪が鋭いんですね。レッサーパンダはこの鋭い爪で木に登ることも得意ですし、木からね、この木から降りてくるときにどうやって降りてくるかっていうと、頭を下にしてこうやって降りてくるんですね。
で、まあ、おっとりして見えますけど、まあ、いざという時はかなりすがしっこい動物です。もうね、あ、でもあとね、三かけでリンゴおしまいなんです。さっきレッサーパンダはね、おやつでリンゴ食べてますって言ったんですが、まあ、これもね、食べ過ぎるとあんまりね、レッサーパンダ消化能力が高い動物ではないので、もううちの中にね、リンゴの塊みたいなのがいっぱい出てくるんです。あんまり食べ過ぎるとお腹には良くないので、まあ、1日だいたい1個半ぐらいのリンゴっていう風におやつの量を決めてあげています。で、実はですね、こちらにこの皆さんのね、この見える端っこにですね、レッサーパンダのそれぞれのこう紹介が書いてあるんですが、そこにはもう一頭のレッサーパンダの名前があります。キクっていう風な、まあ、女の子らしい名前がついてるレッサーパンダがいるんですが、キクはですね、今どこにいるかと言いますと、今建物の中で皆さんご覧いただけない場所にいます。午後3時からキクがこの2頭に入れ替わって出てきます。で、なんでキクここにいないのと皆さん思うかもしれません。キクはですね、さっき言った金太がおばあちゃんになってきたので、まあ、次世代のね、お母さんになってくれるメスということで、去年の3月に広島の動物園から入園したんですが、なんとこの2頭の仲がとってもまだ良くてですね、キクちゃんにあんまり元気が見向きもしてくれないという、ちょっとね、まだちょっとね、この2頭の仲が良すぎて、お見合いはしてるんですけれど、一緒にはできていません。休園日にね、ちょっと一緒にはしてみたりしてるんですが、ただ皆さんの前だとね、キクも結構緊張しいなので、ちょっと一緒にできませんので、3時から入れ替わりで出てきますので、ぜひね、3時ぐらいに動物園まだいらっしゃる方がいましたら、キク結構木の上に登ってることが多いので、探してみてください。それでは、おやつがなくなってしまいました。この辺でガイド終わりにしたいと思います。ありがとうございました。